今回は内閣総理大臣の菅義偉さんを鑑定しています。履歴一覧から呼び出しています。2021年3月、中心性陰樹、年運欠陥は小寒です。まずは明示表の下の部分、明を部分を見ています。年中、月中、日中が常に方向開局をして陰樹になっています。陰樹が3つ以上あって、陰樹を無常に濃くす星座が官合で働かない状況ですね。さらに命に非見合罪がないということです。これは陰性対価といい孤独の命と言われています。大運のタブをタップして未用未弱を確認しています。季節による未用未弱、中心性とも両方とも未用なので超未用ですね。孤独の命で、しかも超未用ですので、周囲の意見、忠告をなかなか聞くことが難しい、そして孤独になっているのかもしれません。年運のタブをタップしています。年運のコメントは、勝負に出て良い年。この年は仕事は多忙で発展運である。何か新しいことを開始する傾向で、立ち上げるに際しては苦心はあるものの、次第に業務は上昇していくとあります。次に月運のタブをタップして、月運を確認しています。総裁選の予定されている9月は月運、星座ですね。悪くはないです。また、その翌月の10月は変換で逆境運ですね。しかし10月は同時に空房がありますので逆境運も空房により半減程度になると思います。月運で解散総選挙のタイミングとしては3月の月運の陰樹、4月の非見プラス、用心がある、この月ですね。この3月4月が運の良いタイミングです。実際はオリパラやコロナの影響でどうなるかは分かりませんが、もし私が聞かれればこんな感じをしておすすめの時期を示すことになります。もちろん当落の保証などはできませんし、明示から読み止めることを説明するだけですが、決断の補助くらいにはなるかもしれません。今回はここまでです。